そのツアーがいいツアーができてるんで、そのツアーをちょっと残したいなっていうのもあって。3年間ぐらい、歌手活動をやめたんですね。2016年に一回引退っていう形で歌手をやめたんです。でその間はしばらくはもう音楽から本当に離れたし、音楽も聴かないしやらないし何にもしないっていう時期がだいぶあったんですね。